2017年、東名高速道路で最悪の事件が発生しました。今回はその事件の犯人として逮捕された男の生い立ちから裁判の経過までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、石橋和歩は福岡県倉手郡で生まれ育ちました。小学生の頃の石橋はとにかく喋らないおとなしいタイプの子供だったそうです。彼は中学生の頃から深夜徘徊を繰り返すようになります。石橋の地元は不良が多い土地柄だったようですが、彼がそうした人々の仲間に入ることはありませんでした。深夜徘徊をしていた時も夜遊びをしていたわけではなく、あてもなく外を歩き回っていたようです。地元の中学校を卒業した石橋は隣町に立つ高校に進学しました。その後、彼の両親が離婚します。以降の石橋は母親に女で一つで育てられました。そんな中、彼は地元の人間からいじめられるようになります。地味で目立たない性格だったことから標的にされていたのです。実際、石橋はいじめてくる相手に反抗できずにいました。そんな彼にも唯一気が大きくなるタイミングがあったようです。それは彼女と一緒にいる時でした。彼女が近くにいる時の石橋は他人に対して横柄な態度をとっていたのです。しかし、そうした時に彼が標的にしていた相手はコンビニの店員などでした。やはり自分のことをいじめてくる不良相手には何もできずにいたようです。そのような姿勢からも想像できる通り、石橋は車に乗ると気が大きくなるタイプの人間でした。21歳で運転免許を取得してからというもの、彼は度重なるトラブルを起こしているのです。具体的には交通違反を7回と交通事故を4回起こしています。煽り運転をすることも日常茶飯事でした。2017年5月8日、石橋が下関市の一般道を走行している最中に突如として車を減速させます。当然、後ろに続いていた車は追い越していきました。すると石橋はクラクションを鳴らして追い越していった車の追跡をし始めます。そして相手の車を追い越し返すと進路を塞いで無理やり停車させました。それから彼は車を降りていって相手の車の窓を叩くなどしています。さらに、その翌日の9日にもわざと遅めの速度で走行し、追い越されそうになると相手の車に幅寄せしていきました。この日、石橋は別の車も同様の手口で煽っています。その際には相手の車を停車させて運転席のドアを3回蹴りつけていました。そうした危険運転を繰り返していた結果、とうとう彼は取り返しのつかない事件を起こしてしまうことになるのです。後に事件の被害者となる萩山さん一家が2017年6月に地元静岡から東京へと旅行に出かけていました。一家は当時45歳の父親萩山義久さんと当時39歳の母親由香さんに、当時15歳の長女と当時11歳の次女を合わせた4人家族です。彼らは東京での旅行を楽しみ、6月5日に自宅がある静岡県へと帰ることにします。一家は母親の由香さんが運転する車で自宅を目指していきました。この道中に彼女らは東名高速道路の中井パーキングに立ち寄ります。そこでの休憩を終えて再び高速道路に出ようとしたところ、本来車を止めてはいけない場所に1台の車が停車していることに気がつきました。この車の持ち主こそが交際女性と旅行に来ていた石橋だったのです。当時の彼は駐車禁止の場所に車を止めたまま外でタバコを吸っていました。その姿を目にして苛立った義久さんが石橋に文句を言うことにします。彼は横を通り過ぎる際に石橋に向かって、邪魔だボケと言い放ちました。そんな父親の姿を目にした長女は、いい人だったらどうするのと口にします。そう声をかけてくる娘に対して義久さんは、あんなところに車を止めてタバコを吸うのはいい人ではないと返答しました。そしてそのまま萩山一家が乗る車は高速道路に入っていきます。ここで終わっていればちょっとしたトラブルで済む話でした。しかし、今回揉めた相手は煽り運転の常習犯である石橋です。しかも当時の彼は交際女性と一緒にいました。彼女の前ではコンビニの店員にすら大声を上げるような石橋が、通りすがりの他人から邪魔だボケと言われて黙っているはずがありません。義久さんからの言葉を受けて激怒した石橋はすぐ車に乗り込みます。そして由香さんが運転する車を追いかけていきました。ほどなくして石橋が運転する車が萩山さん一家が乗る車に追いつきます。それから石橋は進路妨害を繰り返しました。彼の危険運転は約700メートルの間に計4回も重ねられています。そこまでした末に石橋は萩山さんの進路を塞ぐ形で車を停車させました。運転席に乗っていた由香さんはここで仕方なく車を止めます。すると石橋が車を降りてこちらに近づいてきました。
そこで義久さんがドアを開けて応対することにします。そんな彼に対して石橋が次のような怒号を浴びせました。喧嘩売ってんのか、殺されたいか、高速道路に投げ入れるぞ。そう言い放つと彼は義久さんに暴行を加え始めます。義久さんは謝りましたが、それで石橋の怒りが収まることはありませんでした。その姿を見ていた石橋の交際相手が、子供がいるからやめてと言って止めに入ります。ここでようやく石橋は暴行をやめました。そして自分の車に戻ろうとします。その瞬間、大型トラックが萩山さんの車に追突しました。この時の衝撃で萩山さんの車が進路を塞いでいた石橋の車に玉突きでぶつかります。事故発生時刻は午後9時36分です。この事故により義久さんと由香さんは死亡、娘2人も負傷しました。自身の車に戻る途中だった石橋も怪我を負っています。こうして今回のトラブルは死者が2名も出る大惨事に発展してしまったのです。事故を受けた警察は石橋に対して事情聴取を行いました。ここで石橋は当時の状況についてこう説明します。相手の男性から邪魔だボケと言われカッとなって追いかけた。高速道路上で停車したのは夫婦に煽られたりパッシングされたりしたから。なんと彼は死亡した萩山さん夫婦を煽り運転の加害者に仕立て上げて自身は被害者であると主張したのです。しかし萩山家の長女と次女は警察に対して真実を語っていました。こうして両者の証言に食い違いが生まれます。そこで警察は真相を突き止めるために捜査を開始しました。この間石橋はまだ犯人であると断定されていないため、当然自由に生活を送っています。そして懲り性もなくまたもや煽り運転をしていました。事件から2ヶ月後の8月21日、石橋は追い抜かれたことに腹を立てて相手の車を停車させます。そして車から降りてくるように要求しました。その際、彼は、俺は人を殴るために生きている、などと叫んでいました。また、別の時には警察車両までも煽っています。石橋は別の車を追尾中だったパトカーに急接近するという危険運転をしているのです。この行動に出た理由は警察のくせに速度を守っていなかったからというものでした。彼がこうした危険な行為を重ねている間にも先日の事故に関する捜査は進められていました。そして目撃情報やドライブレコーダー映像の解析などから萩山さん側が煽り運転をしていなかったことが判明します。このことから捜査に当たっていた神奈川県警は10月10日に石橋を自動車運転過失致死傷容疑で逮捕しました。そして2日後の10月12日付で横浜地検に書類送検します。これを受けた横浜地検は予想外の動きを見せました。自動車運転過失致死傷容疑について12月28日付で石橋を不起訴処分にしたのです。しかしこれは石橋を罪に問わないというわけではありませんでした。実際にはむしろその逆です。横浜地検は神奈川県警が適用した自動車運転過失致死傷罪よりも重い罪である危険運転致死傷罪を適用するために自動車運転過失致死傷容疑に関しては不起訴処分にしていたのです。こうして石橋は危険運転致死傷罪で横浜地裁に起訴されることになりました。本件は裁判員裁判の対象になっています。公判の中で弁護側は停車後に発生した事故に危険運転致死傷罪は適用できないとして無罪を主張しました。一方の検察側は危険運転致死傷罪が成立すると主張して懲役23年を求刑します。最終意見陳述で石橋は二度と運転せず一生かけて償っていくと謝罪しました。判決公判は2018年12月14日に開かれています。そこで横浜地裁は進路妨害を4回も繰り返し被害者の車両を停車させた行為に関しては危険運転致死傷罪が成立する、身勝手かつ自己中心的な動機で常軌を逸した犯行だと非難し、石橋に懲役18年の実刑判決を言い渡しました。この判決を不服とした弁護側は東京高裁に控訴します。そうして始まった控訴審の中で横浜地裁の裁判官が公判前整理手続きの際に自身の暫定的な見解を示していたことが判明しました。これは裁判員法に違反する行為です。そのため審理は横浜地裁に差し戻されることになりました。それから新たに裁判員が選任し直されます。そうして始まった差し戻し審の中で石橋は一転して無罪を主張し始めました。それに続くようにして弁護側は事故の原因はトラック運転手のスピード違反や車間保持義務違反と主張します。これに対して検察側は4回にわたる石橋の妨害運転と死傷事故には因果関係があると主張しました。
判決公判は2022年6月6日に開かれています。そこで横浜地裁は、石橋被告が妨害運転を繰り返したことで事故が起きた、妨害運転は危険で必要、夫婦の命が絶たれた結果は極めて重大だ、文句を言われて憤慨し妨害運転を行ったという動機や経緯に酌量の余地はない、真摯に罪に向き合い反省しているとは言えないと指摘し、石橋に再び懲役18年の実刑判決を言い渡しました。この判決を聞いた石橋は東京高裁に即日控訴しています。控訴審はまだ結審していません。いかがでしたでしょうか。煽り運転から2人の死者を出す大きな事故にまで発展した一件、犯人の男は煽り運転の常習犯でした。仮に今回の事故が起こっていなかったとしても、いつか大惨事につながっていたことでしょう。世間からは幼くして両親を失ってしまった子供たちを心配する声が多く上がっています。それではご視聴ありがとうございました。